茂木のぞみさんです。
こうやって胸を広げて外気を送るととっても清々しい気持ちになります。今日は一日皆さん全力を出して頑張ってほしいなと思っています。お家の人たちもそれから地域の人たちもきっといっぱい応援してくれると思います。頑張ってください。1年生は初めての小学校での運動会ですよね。談笑というか、実は先生もそうなんです。先生も4月にこの学校に来ましたので、談笑オリンピックは初めてです。とても胸がワクワクして一日皆さんと一緒に楽しみたいなと思っています。さて、皆さんは今日どの仕事を頑張ろうと思っているでしょうか。いっぱい練習してきた演技なんでしょうか。それとも